はいどうも、マッサージからの一人焼肉、そんな休日マジ最高、ミストです。はい、本日はですね、ついに PD3 ランクに到達することができましたということでですね、そちらの様子を後付け解説でお送りしていきたいと思います。デッキが、モコモコ、ハルカ、アンコ、友沢、カミラ、ハブキということでですね、6条件のミート106、至高の2類種編成となっております。まあ今までね、あまたのデッキでアスレ強化サクセスやってまいりましたが、なんだかんだね、こちらのデッキ編成が私の中では一番強いかなというふうに思っております。もうこれはね、認定させていただきます。もう回復相棒2枚編成の快適さを知ってしまったらね、もう彼女入りのね、デッキに戻れなくなってしまいましたね。はい。まあね、レンちゃんとか、まあ聖火とかのね、まあ編成のデッキも十分強いんですけども、私みたいな引き弱ですと、彼女絡みのね、まあタックとか全然引けないんですよね。なので、まあもうこの相棒に頼ってね、まあ、練習後、イベで回復がある相棒を使って、まあできる限り休むだったりね、遊ぼうしないサクセスで、まあ最近はチームランクを上げております。そんな中で、こちらのサクセスめちゃくちゃドハマってくれましたので、まあ、非常にね、見てて爽快で、ね、うん、気持ちいいサクセスをお送りできたと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。では、早速サクセスの方を見ていきましょう。まあ、序盤からもうとにかく快適でございます。僕らをまず潰していきましょう。で、はるかちゃんは成功演出が出れば体力15回復しますので、まあ、これが続くとね、無限に体力が減りません。マジで快適です。で、ここは筋力スケボーか守備タッケで迷ったんですけど、まあ、スケボーを上げておきますと。これでね、まあ、ハブキがいない練習でもスケートボードはクリアできるかなといった感じですね。で、打撃練習、それを祈ってみたんですが、監督しかいないというね、はい、絶望的な練習を引いてしまったので、ここは肩卓球行きたいと思います。まあ、レベル5系統の競技をいかに早いタイミングで潰せるかというところも、査定を伸ばす上でね、非常に大事になってきます。まあ、査定というか、まあ、経験点ですね、が本当に段地で変わってきますので、まあ、そこはね、意識していただけるといいんじゃないかなと思っております。で、今回ね、新たに心がけましたのが、体力消費量ダウン系の競技を、まあ、織り交ぜていく。まあ、これもやっぱり大事ですね。まあ、回復相棒でね、まあ、練習後イベで回復がほぼ確約されてる中で、体力キープさえできれば、本当に無限に練習に行けるんですよね。そんな中で、まあ、レベル5系統の、まあ、競技持ってきて、経験点取っていくっていうのも大事なんですが、このように、軽減系を織り交ぜていくっていうのも、まあ、次のターンにつなげるという意味でもね、非常に大事になってきます。結局、レベル5系統を入れて、ドカンと経験点取って、次のターン休むってなっちゃうよりかは、練習消、体力消費量ダウンを織り交ぜて、2ターン連続で練習できる、そんなね、状況を作り出した方が、なんだかんだ経験点は伸びるんですよね。はい、なので今回は、そういう立ち回りをね、まあ、随所でお見せしていけたらいいかなと思っております。まあ、今のはまず1個目ですね。うん。本当に金メダルになってる練習消費量ダウン系もバカにならないんで。でね、そう考えてみたら、モコモコちゃんの射撃練習ってのも意外と強いんですよ。まあ前までね、うわ、適正競技微妙じゃんって思ってたんですけど、この射撃がね、なんと侮れません。はい。モコモコが絡むと普通に精神入りますし、はい、練習体力もね、抑えてくれるというところで、ちょっと舐めてましたね。今度からでも射撃とスケートボード、そしてアーチェリーはね、愛用していこうかなと思っております。はい。この15回復とハブキの9回復だったっけな ?PSR50 だったら。それでね、もう本当に、うん、快適なサクセスできちゃうんですよね。で、アンコが暴走しておりますと。で、モコモコが1回目走りました。で、5タック引いていく筋力ですが、はい、評価も上げれてね、まあ、なかなか、うん、いい感じじゃないかな。セク1にしてはね。まあ、300点入れば、もう、おんの字って感じかな。まあ、あと、もっと上手い人になると、もう、ここにこの競技を置いたら、次回以降、どんな状況が生まれるかとかね。まあ、そういったところをね、まあ、プロの方はね、考えてますね。うん、この競技配置だったら、仮に打撃タック引いた際に、めちゃくちゃ経験点が入る。とかね。まあ、この競技配置だったら、タック引いても、練習体力をね、
消費量を抑えられるとかね、まあそういったところまでね、深読み している方がね、まあ、プロの方は多いですね。そこまで考えるとマジでアスレテース、まあ戦国よりかは時間かからないとはいえ、まあ時間めっちゃかかっちゃうなというふうには思いますね。で、石灰金2600点と、まあまあいい出だしかなと思います。でタックスルーがほんとしないんですよ、このサクセス。まあ当たり前なんですけど、いいサクセスはね、タックスルーが起こんないですね。マジでね、もうひどい時はね、もう、なんだろう。私らもう大げさに言ったら10回とかね、タックスルー起こることありますからね。まあそれが結構ね、アスレテースの、まあ言い方悪くするとストレスの要因にもなってしまいますんで、まあ一長一短ですよね。タックが連発するサクセス、全然しないサクセス、まあね、試行回数によって全然変わってきますので、いかにね、タックを連発するサクセスを引き当てられるかっていうのがね、うん、まあ、やり込み要素の一つなのかなと思っております。まあ、そういったところがね、サクセスの面白いところだと私は思ってますんでね。まあ、このパワープルアプリ一生やめられないなというふうに思っております。はい、もう中毒者です。で、流れがいいとね、こうやってね、体力ない時でもね、メンタルでいい練習してるんですよね。射撃パイセンで回復していきましょう。まあ、本当は絆が早めに来てればね、ここ遊ぶで全然良かったんですけど、はい、まあ、絆イベント引けてませんので、ここはメンタル練習にあやかっていきましょう。さあ、いい回復入っていく。ただ飯狙い。まあ、友坂ってボンボンなのかな？いや、どうだったっけな？結構、家庭環境が結構厳しかったイメージがあるんですよね。私の昔のパワープロの記憶だとね。さあ、ネクスト3で、守備、いいですね。まあ、絆、エルタックではないですけども、ネクスト5でございます。で、重回復2発に軽減も入りますんで、これ全然体力が減りません。むしろ増えますといった感じですかね。はい、増えました。で、ハブキのイベントは起こらず、友沢のイベントで体力完成させていく。で、タックするが起こんないんですよね。一番絶望的なのが、この5月というかその4週目までに入れ替えを残しておいた状態でタックスルーされると、もう結構どうしようもないんですよね。もう何かを金メダルにするしかないといったね、形を取らざるを得なくなってしまいますんで、ここでタックスルーされないっていうのが非常にね、まあ運ですけど大事になってきますね。はい、筋力ドカンと入れていきます。さあ、本当にね、これがマジででかいです。4周目のタックするほどね、メンタルをえぐられることないですからね。で、筋力無難に強い中で、まあ無難に強いだけですね。本当はタックが良かったですけども、この程度だったらね、全然絆が来てたら遊んでますね。といった中で、まあ来てないんで、これはね、もう踏むしかないです。まあ幸いネクスト4ってのが幸いですね。バトンはね、回せないんですけども。うん、回復入れまして、モコモコがリーチ。全然絆が来ません。他のキャラにイベントを奪われていく。で、あ、リーチじゃなくて感想でしたね。モコモコは通ってくれました。結構モコモコミスるんすよね。まあ、毎回サクセスでは話してると思うんですけども。打撃、ミートかパワー依存だよね。多分でもミート依存だと思うんですけどね。ミート上げててもね、全然ミスるんで、正直わかんないです。さあ、ここでアルティメット強い守備タック引いていく。さっきのね、はるかちゃんの回復イベントミスらなかったら、このね、怪我率ダウン織り混ぜなくてもよかったんですが、うん、まあまあまあ、体操競技もまあ無難に強いんで、まあこれは良しとしましょう。で、あそこに体操競技持ってくることによって、次もね、体力ない状態で向かると思うんですが、ワンチャン練習を通せるというね、ところにも繋がってまいります。この後ろに置いたことによって、次盤面に現れるようになりますんで、まあ、こういったね、ことも覚えておくといいんじゃないかなと思ってます。はい。で、あの練習体力消費量ダウンの並びのおかげで、全然体力が減りません。で、ネクストも4なので、ワンチャン練習と思ったんですが、ここで引けないんですよね。ここでスルーが起きてしまう。で、こここそマジで遊びたいんですけども、結局お正月までに2人とも間に合いませんでした。評価は届いてたはずなんですけども、はい、こんなこともね、よくありますんで。まあ、そんなロスにはならないんで、はい。まあ、仕方なく思っていきましょう。はい。で、あんこはもう怪我しにくさ一択でございます。まあ、パワーヒアも友座からね、もらえると思って立ち回ってもらっていいんじゃないかなと思ってます。はい、寂しく、矢部くんと友沢とお正月を過ごしていきます。で、ただタックスルーは、まあしなかったので、よしとしましょう。まあそんな強くないんですけどね。
装置も出来上がってまいりました。序盤やっぱね、総力臨床ポイントですねを稼げてると結構気持ち楽になるかなと思いますね。でどうしても電光石火分必要だっていうのと、まあ、卓球を金メダルにする際ね、総力が上がってると技術ポイントたくさん入るようになりますんでね。うん、まあ、テニスとかね、ラグビー絡みのでかい練習踏めるとかなりね、いいんじゃないかなと思っております。で、ここもメンタルが強いんですが、まあ、高い序列レベルの時は、なるべくタックの方を優先させてあげてください。うん、まあ、これはボクシングとレスリングから待ってるからね。うん。メンタルも一見強そうに見えましたが、いける時はタック行きます。で、思考二塁手通していく。ありがとうございます。日直をサボって、守備、卓球がいいですね。ただ、メンタルの省きもいいと。で、これ、卓球に関しては、これ、タックで取れそうなんで、ここはね、まあ、メンタルの方行こうかなといった感じでございます。で、次、入れ替えで、卓球を持ってこれたらいい感じかなというふうな風に思っております。ちょっと日本語バグったな。まあ、肩タックが来れば入れ替えなしでもね、卓球取れそうなんですが、どうでしょうか。ようやく、歯吹きの絆が来ました。で、これ、カミラが来ましたね。はい。ただ、守備もなかなか強いどころか、はるかちゃんがいるので、これはもうね、ネクストのこと考えて守備に行かざるを得ません。隣のウェイトリフティングは邪魔なので、まあ、ここにね、卓球を持ってこようかなといった感じですね。はい。で、これで一気に金メダル2つ獲得。ちょうどぽっかり空いたね、技術と臨床のところ稼げていい感じですね。さあ、ちょっとパワーを上げるくらいかな、ここは。あとはミートとパワーだけですね。さあね、卓球もね、ここ、300ポイントかな ?400 だっけ?どっちだっけ、300ですね。美味しいです。練習イベント起きないが、セクリンで9000点。いいですね。まあ、これはもう、点出てると言っても、うん、いっちゃっていいでしょう。で、ネクスト読んで、次もタック踏んでいきましょう。ミートは、まあ、96まででいいかな。天才覚醒のこと考えたら。で、電光石火潰してあげて、これでもう一安心といった感じですね。さあ、守備もなかなか強くて、打撃はちょっと微妙かな。で、ソウルでラグビーも強そうに見えるんですが、これもさっき言った通り、はい、タックの方行っちゃってください。このね、アーチェリーとスケートボードと、射撃。この並びをね、まあ、言っちゃえばたまたまなんですけど、作れたっていうのはね、結構自分の中ではファインプレイだったかなと思っております。この最強の並びのおかげで、もう体力減るどころか増えるんですよ。この後、見ていただけるとわかると思うんですけど。あ、もう、その局面終わっちゃったかな。こうね、続くと、あ、増えましたね。はい、これ、これね、ある意味裏技なんで、はい。消費量ダウンが、繋がるとね、増えるんですよ。はい、これは面白いですよね。で、こう、タックするされたが、はい、こんな時のテニスでございます。はい、早速使っていきましょう。体操競技に関しても、これタックで取れそうなんで、うん。まあ、次巻き込めたら、いい感じかな。はい、まあ、高校イベントに関しては、まあ、臨機応変に足りてないポイントを選んであげるようにしましょう。はい。守備ボクシングがちょっと微妙っていう中で、肩バスケ。この入れ替えなしバスケが来た際には、練習を見てね、全然行ってあげていいと思います。はい。これがね、内野安打を取るね、鍵になってきますんで。で、これでこの後、まあ、高い序列レベルを維持したまま、好きなね、競技を動かせますので、これがかなり強いです。で、今ね、肩でネクスト5来ましたので、ここはね、うん、ボクシングはちょっと何も対応してないので、何かを持ってこようと思います。で、そんな時の、練習体力消費量ダウンですね。ここ今回の、まあ、見せ場の2発目かな。うん。まあ、ちょっと競泳はちょっとドンマイなんですけども、はい、これで体力キープしていきますと。で、はるかちゃんの回復も織り交ざれば、タルキープできますと。で、カミラの回復結局来たので、別にハルカちゃんいらなかったというオチでした。ただ、5タック来てくれたんで、これは神ですね。めっちゃ光ってるが、残念ながらタックに相棒キャラは絡んでなさそうです。これがね、タック、エールタックループが続くと、マジで経験点3万点も夢じゃないと思います。まあ、いつかはちょっと出してみたいっすね。で、ここでようやく筋力の爆弾を入れることができますので、まあ、これで基礎値はクリアかな。一旦はね。で、ここから、アウトク取りまくりムーブに移行します。
セカンドとか、まあ、思考系に関しては、アオトクのね、30%の恩恵が全然ないので、はい、全然時価でいいかなと思ってます。まあ、交通1年もらえたらね、それはそれで理想なんですが。さあ、ようやくハルカの絆、遅いですね。2人ともセクサンで来るっていうね。ハブキはセクリのラストターンだったかな。で、こう、筋力タックでネクスト5引けましたので、ここは行きましょう。まあ、こういう、まあ、ジョイゼル1の状態での、まあ、その、ネクスト5とかを狙っていく際には、タックじゃない方がありがたいですけどね、正直。多分今のタックじゃなかったら、ウェイトリフティング、そのままドカーンとね、金メダルできたと思うんですが、まあ、これは、まあ、臨機応変って感じかな。臨機応変っていうか、時と場合によってって感じかな。ジョイゼレベル1でのタックっていうのは、スコアの上昇量が高くなりますので、まあ、これが運よく絡めば、一気に金メダル増やせるっていうこともね、ありますね。まあ、この辺は運命力ということで。さあ、サボリグセラキは回避してよかった。もうこれサボってたらもうね、発狂してましたね。さあ、筋力で敏捷タックか、肩でも敏捷入りますので、体操競技も取れてカミラがいますんで、ボクシングのとこに卓球を持ってきましょう。はい、強い。敏捷技術が600点入るというね、恐ろしい練習ですね。さあ、これによってまたちょっと筋力ポイントは入れたくなってきました。筋力ポイント入れて一気に集客を上げていきたいっていう感じですね。さあ、弾道で総力も101。OK ですね。で、これも体力消費ダウンが絡んで、体操競技金メダルできたんで、ここから自然回復量が上がっていきます。これでまた次練習できますね。さあ、打撃が微妙の中で、もうこれはもう全然遊び行ってなかったんで、はるかちゃんに行きます。で、ハブキ君とはるかどっち行った方がいいのっていうね、お悩みなんですが、はるかちゃんで全然いいと思います。まあ、体力回復量も大きいっていうのと、牛若丸自体が結構査定効率が悪くてですね、まあ、各集客実装環境からして言うとね、まあ、全然、そっちを優先するよりかは、まあ、経験点入れてね、各集客に振った方が全然査定は伸びますんでね。まあ、コツレベル3もらえるにしろ、高速レーザー優先でいいんじゃないかなと思っております。で、ここは肩のエールタック。まあ、さらっとね、はるかちゃんの 含みも通したんですが、あれはね、なんとなくですけど、主人公の能力が高いと成功しやすいかなと思っております。もう今ほぼオール S なんで、成功率はかなりね、まあ、8割9割あるんじゃないかなと睨んでおります。さあ、ここもタックするが来ないことを祈って、タックするしないんですね。しかも、ネクスト4でございます。で、打撃も強いんですが、これ柔道が取れますね。で、レスリングも寸止めということで、打撃いけばね、レスリングと柔道取れたんですが、そうなると、筋力ポイントが完全にオーバーフローしてしまいますんで、ここは一旦ね、ノーチェンで柔道だけを取っていきます。で、ここね、マジでタックする来るなと祈った結果なんですが、起きなかったですね。ありがとうございます。これマジでかいです。で、しかもネクスト4、序列レベル、高い序列レベルループが発生してますね。で、今ちょっと精神ポイントが欲しいので、ウェイトリフティングのところにボクシングを持ってきます。珍しくね、ここまでボクシングとレスリング金メダルにできてないんですよね。まあ、これはちょっと流れによりけりなんで、まあ、致し方なしということでね。さあ、青得でコツもらってるやつが、そんなにないんですよね。サインサチ、一発逆転も取っていいと思うけど、あえて取りませんでしたね。さあ、中回復と歯茎の回復かな。OK。で、セクサンで、15,800点と。まあ、これもね、出てる方かなと思っております。このまま、流れを切りたくなかったんですが、スルーが起きてしまいました。まあ、これはそうですね、遊ぶでもいいかなと思ってますね。気分屋をちょっと取ってしまいましょう。4はさすがに取らざるを得ないですね。で、ここで一発逆転取っていく。これ行くか。まあ、ウェイトリフティング取れるからね、全然行っちゃっていいか。まあ、パワープラス5上限突破ね、かなり筋力ポイントの、まあ、削減につながってますからね。200ポイントくらい確か削減されてるんじゃないかな。
で、ここは、ハルカタックが強いので、これ行った後、入れ替えを駆使していきたいですね。ちょっと筋力過多になってしまいてるので、海岸で筋力ポイントを捌くのが今第一候補かな。体力消費量でかいが、はるかに救われて、聖火ちゃんにも救われていく。いいですね。で、体操競技で、はい、モブにも救われていくと。最高ですね。で、守備射撃で、これね、これエールタックだと思ったんですが、はい、残念ながら、モコモコちゃんでした。ただ、アーチェリーと射撃がありますんで、ここは不要な、競泳と卓球を入れ替えて、で、レスリングの金メダルももらっていくという感じで、まあ、非常に効率がよく、すべての経験点が入る練習になりましたね。もう花丸みたいな感じで、はい。レスリングは練習に対応してないですけどね。はい、コグフンと金メダルのペースも非常に素晴らしい。で、ここメンタル渋いと思ったらネクスト4。流れがいいサクセスはね、もう盤面全部金メダルなのにね、唯一のね、銅メダルのサッカーのところに相棒がいるっていうね。はい。これは完全にね、流れが来てますね。こういうサクセスはね、もういけると確信が持てますね。敏将も今回結構余裕があるのはね、素晴らしいかなと思っております。さあ、バトンも回しつつ、サッカー寸止め。サッカー何の意味もないんですけども、まあ、技術ポイント要因として役立ってもらいましょう。打撃タック引いていく。この並びはいいですね。はい。技術も入って、筋力も入って、もう、集客を上げてくださいっていうね、タックですね。で、これで金メダル14個目かな。はい。あと2つです。はい、この状況であと2つなんで、結構ね、いい感じじゃないかな。やっぱね、あそこのバスケが効いてるんですよね、これは。で、練習試合行きましょう。で、ここも集客上げて捌く感じでいいかな。はい、ミートも106まで上がりました。さあ、サクッと終わらせて、練習試合でも55ポイントオール入るって結構やばいっすよね。普通の花丸とかのね、地方1回戦に入ってますからね。で、ここはフェンシングレベル4取っていきましょう。肩も96まで上がってますんでね。まあ、直上げ系統を結構効率よく取れてるっていうのもね、まあ、経験点以上の査定を生み出せる要因になってくるかなと思ってます。まあ、アスレはこれがあるからね、基礎値直上げって結構バカにならないですからね。はい、OK です。さあ、順調に4タックをスルーしないで、はるかがいてほしかったが、まあ打撃十分強いですね。これも入れ替えなしで全然強いんで、まあ、と思ったんですが、はい、単数的に6月3週だったんで、卓球を入れていきますと。まあ、単数見て、ネクストの序列レベルがもう低かったら、もうそこで、はい、でかいね、レベル系統とか入れてっていいんじゃないかなと思っております。ここはさすがに遊ぶかな。まあ、打撃、そして、筋力も強そうという中でね、まあ、実際強かったんですが、はい、はるかちゃんはね、まあ、遊ぶの、回復量がでかいんで、助かりますね。マジで普通の相棒だと、まあ、回復が進んだらね、40とかの回復なんですけど、はるかちゃんはそれをはるかに凌駕するね、回復量持ってますんで、はるかだけに。はい、ありがとうございました。今日の実況はここで終わりたいと思います。っていうね、エンディングロールがあったら流したかったんですけどね。はい、サクッといきましょうか。ちょ、寝起きでね、結構今頭回ってないんですよね。話したいこといっぱいあるんですけどね。頭の中で考えてることより、なんか口の方が、口からね、出てくる言葉の方が先に出てしまってるっていうこともね、多々あります。で、5タックで筋力も強いし、打撃も強い。まあ、さすがにこれ打撃ですね。はい。敏将も入れたいんですが、もうネクスト4が来ちゃったんで、はい。ここは、卓球と変えていきます。もう集客ひたすら上げるムーブになってますね。もう、セク4くらいからね。はるかのね、評価的にもね、若干ちょっと不安なんですよね。なんで、ここはちょっとはるかに依存していきますと。で、しっかりタックスルーがないんですが、もう打撃ばっかなんですよね。まあ、強いんですけど、さすがにここで一発海岸ですね。さあ、今回の海岸ガチャは、果たしてどんな結果になるんでしょうか、見ていきましょう。一発目。切り込み隊長ということでですね、これは大当たりですね。チャンスメーカー持ってたので、これは査定が高くてね、非常にいい金額引けたかなと思っております。
もこもこちゃんの福井部でもらってましたね。でそれにしてもまだ筋力ポイントがきついんで、ちょっともうほとんど取っちゃってるんですよね、4番とかも。なんでギリギリまでさばいていく必要があります。タイストレートまでも取っていいかもしれないですね。でこっからはほんと守備タックでめちゃめちゃ欲しいポイント盤面になってますね。で鬼門のフリート戦頑張っていきましょう。印象ね、序盤は稼げてたんですけど、ぽっかり穴が開いてしまいましたね。広角打法も直で取っていきます。さあ113オール入れてどうでしょう。はい、ここでまあスルーされたんですけどね、まあ、はるかちゃんラスト1回が残ってますので、まあ、これはねもうこれが見えてましたので全然 OK でございます。いやーもうこれ進行いってる暇がないくらいねハマったサクセスでしたね。さああとはもう最難関甲子園、もう何回タックスルーに泣かされたかといった中で、はい、ここメンタルボクシングにはるかがいるっていうね、これ神です。ちょうど敏捷ポイントも欲しかったんで、これでね、200ポイントかな、はい、入りますと。で、ここで内野安打をゲットというね、理想的な展開。で、入れ替えも残してますので、あとはもう全力で、敏捷技術かな、もう守備タック引けたらもう優勝っていう感じですね。はい。それを祈ってね、いきたいと思います。もう筋力と精神は、入ってますからね。まあ、海岸でそこはさばくとして、敏捷技術入れられたら、もうポイントバランスは完璧になるかな。さあ、どうでしょうかといった中で、スルーが起こる。まあ、ここでスルーはまだ許せますね。で、走塁ネクスト5ということで、もうここはね、もう、ラストターン、心中ですね。次スルーされたらもうね、この選手はなかったと思います。はい。あそこにね、ロードを持ってくるっていう選択肢もあったんですけども、でもさすがにネクスト5のところに、まあ、卓球ラグビーぶち込んだ方が、まあ、強いと思ったんで、はい、ここはね、うん、入れ替えをあえてしませんでした。そしてラストターン、光りました。さあ、どこが光るっていうところで、打撃と筋力なんだよね。これが、ちょっと、めちゃめちゃ悩んだ、これは。筋力、打撃、ともに強いんですよね。ともにめちゃくちゃ強い。まあ、打撃だったらラグビーのとこに、まあ、卓球を持ってきて、はい。まあ、約多分1500点の練習くらいになるかな。で、筋力だったら、まあ、なんだ、何持ってくればいいんだ。まあ、さらに、敏捷化、精神、まあ、敏捷ポイントになるかな。を入れるっていけば強いという中で、筋力がまあ、筋力いきたいところなんですけども、技術ぽっかり穴が開くのは結構危険かなというふうに思ったので、まあここはね、正解どっちだか、どっちだかちょっと正直わかんないんですけど、打撃の方をチョイスしました。まあでも筋力いって集客じゃないや、格が上げるっていう選択もね、まあありっちゃありでしたね。いや、そっちの方が良かったかな。これね、ぜひね、ちょっと、アスレテース上手い方はね、コメント欄で教えていただきたいんですけども。でもまだ高速レーザーとかさ、ささやき炙りとか、まあ、その辺も残ってたんで、これ悩んだんだよね。いやー、でもどっちだろう。でもこうしてみると、筋力の方が良かったかもな。ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないです、これは。で、まあ、筋力と精神をね、まあ、海岸、さばいていく感じになるんですけども、角も査定高いからね。いや、難しいな、これ。これマジで難しかった。で、ラスト海岸行きましょう。はい、広角を外れ。で、最後、代打の神様ということでね、海岸は大勝ちでしたね。代打の神様と切り込み隊長ということで、もうめちゃくちゃ査定効率がいいものを引けましたね。さあ、でも圧倒的敏捷不足。まあ、こうなってしまったら、ま、逆にね、まあ、青得で、まあ、よくね、技術精神使う系と私は言ってるんですけどね、まあ、連打とかね、まあ、窮地とか、まあ、通打とか、その辺をね、まあ、ガンガン取って、まあ、査定を伸ばしていこうかなと思っております。さあ、最後まで行きましたね。ドラフトも、まあ、スカートを適度に踏めたので、1位でございます。で、はるかエピローグで、はぶきエピローグで、あんこエピローグで、カミラエピローグといった感じですね。
ちょっと学んだからセクヨンは伸び悩んでしまったのですが、はい、27,397 点ということで、まあ、思考編成だったら全然合格点の点数じゃないかなと思っております。で、最終的にはこんな感じですね。はい。海岸大の神様と、切り込み隊長。で、金徳は全部取れました。ミート106までですね。で、青徳自体は、まあ、そこそこかな。やっぱ、敏将が足りませんでしたね。で、各集客合わせ39でした。まあ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 って感じでしたね。で、結果的には、はい、PF6 ジャストでしたね。はい。っていうか、あれですね。ハブキの進行やってないんで、牛若丸がけといった感じでございました。まあ、結局、敏将ポイント足りなかったんで、はい。まあ、これは、いいね、調整ができたかなというふうに思っております。はい。ということで、ね、ラストのラストで、ちょっとめちゃくちゃ悩んでしまったんですが、まあ、大幅更新できて、大幅更新でもないか、ちょい更新できてね、はい、ギリギリ、PD3 ランクに到達することができました。はい。もうこれ、セカンド入れ替えてもね、20くらいしか伸びなかったっていうね、ギリギリでしたね。はい、ということでね、まあ、こっからなんですよ。こっからがね、先が結構見えてないっす。はい、PD4 は、だから本当 PF7 とかを作っていかなきゃいけないんですよね。自分先発の査定はね、めちゃくちゃ高いものを持ってますんで、野手更新をしていかなきゃいけません。といった中で、PF7 以上ってなるとね、まあ、さらなる、まあ、忘れて、そのね、知識が必要になってくるかなと思っております。まあ、私の動画見てれば、PF5 から6はね、まあ、それなりのデッキパワーがあれば量産できる。しかも、まあ、解放つなくても、でも PF ランクってものはね、全然作れると思うんですが、それ以上ですよね。はるかなる高みを目指していくためには、はい、学ぶ勉強は必要だと思いますんでね。まあ、PF7 以上の動画作っていけるように頑張ってまいりますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。といった感じで今回で終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では、失礼します。See you!